厚めのお肉ということでラム肉買いました。いいですね。茨温泉郷に来てます、まあ、こちらねいろいろとお店があるんですけども、今回はね温泉ネタではなくちょっとね昔からあるお店に行こうかなと思います。今日はこちらのお店に行こうかなと思います。こちらねラム肉、まあ、岡山のね和牛とか岡山ポーク、若鶏、鹿肉、ラム肉、鴨肉あるみたいですね。なんか ラムってありますかね。1人前。美味しいのは肩ロース。あ、じゃあそれで、はい、お願いします。でなんかあのなんかラムはなんか蒜山の方にもおろされてられるんですよね。今ブームになる。ああ。あ、すいません、ありがとうございます。あ、ちなみになんかイノシシ肉とかもあったり。はい、あります。だいたい値段っていくらぐらいですかね。540円、648円。あ、わかりました。じゃあちょっとまた機会があったら来ます。すいません、ありがとうございます。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。というわけで今回ね久本精肉店さんの、ラム肉買いました。ちょっと気になったんですけどね、これラムとマトン肉一緒ってことですよね、はい。これ1人前ということで1000円でお釣り返ってくるぞということで、厚めのお肉ということでちょっとなんか楽しみですね、はい。早速焼いてみます。焼いていきましょう。よいしょ。うわー分厚い。あ、でも結構肉厚ですね。やっぱりこれ美味しい肉の
厚さです。感じになってます。お肉うまい。匂いも優しいという、うまい。できました今回はですね、岡山県真庭市湯原温泉にあります、久本精肉店さんにお邪魔させていただきました。こちら大正9年、今年で創業95年になるそうです。はい、こちらなんですがね、ラム肉をね、ヒルゼン高原センターに年間50トンほど納入しているということで、40年以上ラム肉の取扱量が、多い日本西日本一ということですね。まあ、このラム肉なんですけども、たくさんの、ね、栄養素が、含まれてて、脂肪燃焼を助けるのと、ラムの脂肪は体につきにくいということで、まあ、この他にもね、いろいろと、利益というか、利点があるということでね、ぜひ食べてみてください。こちらの営業時間なんですが、朝の8時から、夜の19時まで、やってるということで、定休日が第3水曜日ということです。まあ、こちらね、ウェブに、書いてありました。普通にね、なんかそのグルメサイトとかは、第なんとか木曜日とかあったんですけども、おそらくこのネットで書かれていた情報が、確かかなと思います。というわけで今回こんな形でお伝えいたしました。ぜひ皆さんもね、行ってみてください。はい、ありがとうございました。それでは失礼いたします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。